こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちらです。レンコンを使ってきんぴらを作ります。とってもシンプルな調理法なんですけれども、このレンコン、皆さん皮剥いていませんか？このレンコンの皮こそ食物繊維が非常に多い部分なんですね。そしてレンコンってね、結構でんぷんが多くて、そのでんぷんの中にビタミン C が含まれています。なので加熱してもビタミン C がでんぷんに守られて壊れにくいという食材でもあるんですね。ビタミン C と食物繊維がしっかり取れるきんぴらを作りたいと思います。お弁当のおかずや作り置きにもとっても重宝します。ぜひ最後までご覧になってください。はい、それではレンコン洗いましたので切っていきます。でこのようにね、節がつながっているところは分けてしまいます。はい、そしてこの、黒いところですね、ちょっと悪いところだけ取ります。でこういう切り口のちょっと黒くなったところも薄く削いでおきます。でこう見た時に、目立って悪いところありませんので、こういうのはそのまま使っていきますね。でこれもそうですね、同じようにちょっとこういう端っこのところだけ切り落として、で全体見て特に悪いとこありません。で例えばですね、こういうちょっと黒っぽいところ、洗ってもなかなかちょっと落ちなかったようなところ、気になるところだけこう薄く削いでください。何でもね、綺麗にしすぎてしまうということよくあると思うんですけれども、もう野菜っていうのは泥さえね、綺麗に落としてあれば傷とかそういうの全然気にする必要ないので、むしろね、そういうところに抗酸化物質とかがたくさんあったりするんですよ。悪くなって傷がついているところこそ修復しようとして、植物にとっての免疫みたいなものがね、集まってきて、抗酸化物質とかも集まってきたりとかしますので、あまりね、神経質にならなくて大丈夫です。で今日の場合はね、きんぴらで食感を生かすような料理なので、むしろね、皮の部分がある方が食感がはっきりしてメリハリがあってね、美味しく仕上がります。はい、こんな感じです。で少しね、取ったところはこんな、わずかこのぐらいですね。あとはですね、今日はちょっと小さめの小ぶりのレンコンなので輪切りにしていきます。だいたい1枚が2ミリぐらいの厚みで切っていきます。ですね、少し大きいなと思ったらこう半分にして、半月切りにしちゃっても大丈夫です。さらに大きいなと思ったらそれを4等分、これさらにね、切っていただいて、いちょう切りにしていただいても大丈夫です。食べやすい大きさに切ってください。レンコンこんな感じで切りました。よくお水にさらしちゃったりする方もいらっしゃると思いますが、お水にさらしてしまうとビタミン C 流出しちゃいますのでね、くれぐれも何もせずこのまま調理をしていきます。はい、それでは切ったレンコンをこれから炒めていきます。きんぴらの時はね、ごま油、私はいつも使っています。もうちょっとごま油でいきますね。油は若干多めです。今大さじ1ぐらい入ってますけれども、大さじ2ぐらい入れますね。はい、そしてレンコンを入れていきます。はい、このまま中火で炒めていきます。はい、でだんだんね、レンコンからぬめりが出てきました。これもね、レンコンの食物繊維 でこのぬめりが出てくるのも火が通った合図になります。はい、でここで調味料を加えていきます。はい、お醤油です。お醤油とみりん同量です。
りね甘くならないようにお砂糖を入れずにお醤油とみりんだけでさっぱりと仕上げています。あとはこの煮汁をね煮込めるように煮絡めるようにして炒めていきまして、で火を止めます。で最後にですねピリッと辛味をつけたいんですけれども、黒七味というのをね使いたいと思います。普通の七味唐辛子でもちろん結構です。この黒七味はね唐辛子もそうなんですけど山椒がね多く含まれてて、またちょっとヒリッとした辛さがあるスパイスなんですね。もうこれはお好みで辛さとかは調節してください。はい、これ今日私ね黒七味入れました。でもちろん普通の七味でもいいし、一味唐辛子という唐辛子だけのねものでも結構です。少しだけアクセントをつけてあげます。はい、これで混ぜれば完成です。はい、ちょっとここでお味見してみます。失礼します。甘さ控えめで黒七味がピリッと効いててご飯のおかずにすごく合いそうです。皮と一緒にね炒めてますので食感もとてもいいです。シンプルなね味付けなんですけど、とってもねいい味にできてます。レンコンのきんぴら完成です。レンコンのきんぴら皮ごと今日は調理してみました。シャキッとした食感、食物繊維とビタミン C たっぷりのご飯のおかずにぴったりのおかずです。作り置きも便利です。ご飯の美味しい季節に合わせてぜひ作ってみてください。この動画を見て作ってみたいと思えたらいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。